なんということもない普通の人生を歩むはずだった男は通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生を果たした。その名はリムル・テンペスト、一匹のスライムである。やっぱ俺スライムだ。そんな時に出会ったのがシズさんだ。思ったより早く出会ったな、運命の人。私という人がいたって覚えていてほしい。シズさんと共にその願いも吸収した俺は人間の姿を獲得した。俺は約束を守る男なのだ。戦いに勝利した俺たちはジュラテンペスト連邦国を樹立。ようやく落ち着いて暮らせるようになったなと思ったのだが、はじめまして、魔王ミリム・ナーバだぞ。魔王かよ。これにて一件落着。緊急事態が発生しました。とはいかないみたいだな。あのスライムどうしたものかな。そうなるといいね。なるさ、きっと。転生したらスライムだった件、テレビアニメ続編2020年始動。もっと面白いものを見せてやろう。